猫団家は日本の昔話、民話の類型の一つ。寺で飼われていた猫が、その恩返しのために寺を栄えさせるというもの。典型的なあらすじは以下の通り。ある寺が貧乏の挙句、食事にも事欠くほどになり、和尚はずっと飼っていた猫に暇を出した。すると、猫は近いうちに長者の家で葬儀があると言って、和尚に策を授けた。 やがて長者の家の葬儀の日、泣き殻を収めた菅王家が突然、空に舞い上がった。参列者たちが驚き、その場にいた僧侶たちが必死に祈祷するものの、菅王家は動かない。だが最後に貧乏寺の和尚が今日を唱えると、菅王家が降りてきて、無事に葬儀を済ますことができた。この一件で和尚の名声が広まり、多くの家がこの寺の段下となり、寺は後々まで栄えたという。 北越セップにある北高尾城の華社大事の挿絵、猫檀家を描いた古書の一つ、東北地方から九州にかけて分布しているものの、報告例は東北に多く、九州には少ない、実在の寺を背景とし、寺の由来などを紐解く伝説となっていることもある。話の中、葬儀の勘を家が持ち上がったのは貧乏寺の猫の仕業であり、 長年世話になったお尚への恩返しとされるが、世間では猫が貨車に化けて葬儀を襲うなど猫を妖怪とみなして語られることもあり、寺が貧乏にあえいで猫に暇を出すのではなく、猫が踊り出したのを見て追い出すといった具合に改正を伴っている場合もある。お尚と猫の交流に重点を置いた典型的な昔話として語られるのは主に東北地方だが、 西南地方の多くでは王家が宙に上がるような展開はなく、嵐のために葬儀を出せず、和尚が祈祷で嵐を沈めたとする話に変化している。また恩返しのエピソードがなく、葬儀を襲う猫の怪物を汚昇が追い払ったとして、単に和尚の瞑想ぶりのみを語る話に変化している場合もある。猫団んは、どのバリエーションにおいても、猫は死体を盗む、置いた猫は舎に化けて、 葬儀を襲い、泣きを奪う、といった日本古来の俗心が背景にあるものと考えられている。また、九州地方では貨車を追い払うための呪報が多く、伝わっているが、前述のように東北から西南地方へかけて話の形式が変化しているのは猫と葬儀との関連性に対する土地ごとの観念の違いや、西南地方では猫の魔力を封じる呪報に、 僧侶たちが深く関わっていたためと見られている。ありがとうございます。